ということで今回もやっていきたいと思います。前回やられた黒いテールのところまでなんとか戻ってきた。よし、もう一回ぐらいか。いやー、暴走しないで。あ、怖い。どうや、あ、もうまだか。あー、怖い。にゃー、まだそんなにあったっけ。ちょっと待って、そんなに回数必要でしたっけ。そんな、待って、怖い。いた、よし、オッケー。待って、君は誰ですか。ちょっと、君は誰ですか。何をすればいいんですか。ブーメラン。え、わからん。え、全然わからん。ちょ、何、どうした。怖い。あー、ちょっと怖い。ブーメランじゃなさげやね。爆弾？はい。どうそれ。え、爆弾効かねえ。え、ちょっと待って。フックショット？痛い。無理。ひえ。いやー、やめて。誰君。ちょっと待って。誰なの君。待って、これやられたらまた最初からっていうのがさ、辛すぎるよね。あー、体力一気になくなる。やば。いや、やられる前はハート一つでしたよ。30分かけて秘密の薬を塗って戻ってきたアユナ。よし、来いや豚。豚。怖い。コウモリだか鳥だかわからんけど、飛ばしてこないでください。痛い。はい。いや、全然ダメなんですけど。痛い。無理。ちょっと、溜め寄る時間なくない？これ左右に揺れ寄るだけで大丈夫やね。やめてー。痛い。一気に体力なくなる。あのね、妖精を捕まえてくる余裕はなかったよね。妖精を捕まえてくる余裕はなかったよね、ちょっと。回転切りじゃないといかんのかな。もう無理なんですけど、体力が。あと何形態あるの。マジであと何形態あるの。痛い。無理やって。あ、あと1しかない体力。辛い。待って、これもうすでに溜めながら避け寄った方がいいんじゃ。はっ、無理。はい。あー、ぶつかった。ちょっとレーシーの薬。はい、これ全回復やった。1回。よし、来た。待って、はい。え、今のダメやった。え、ちょっと待って、避けて1回も当たらないとかちょっと辛すぎるんで無理です。無理です。はい。お、どうや、いったやない。まだあるの携帯。誰、何あれ。え、ない。ちょっと待って。あ、これで、え、何、痛い。何、ぶつけて止めて攻撃じゃなくて、ぶつけるだけ、ひたすらぶつけるの。そういうことか。オッケー。ぶつけるわ。あ、え、もう終わり、この携帯。何。待って。目。え、た
多分絶対これ開けた目が、開けた目が弱点やろ。これ確実にそうやろ。ほら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 、無理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 。ちょっと待って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 、あと2しかないよ。ね、体力あと2しかないって。あと1。ね、いける。さらに30分をかけて秘密の薬を塗って戻ってきた。次のさ、目玉のやつさ、矢の方が良くないとちょっと思ったんやけど、どうでしょう。あ、待って、矢と、え、あ、怖い。すみません、一発一発ボタン押し間違えた。しかし、はい、トレイシーの秘密の薬で復活。はいはい、1回しか当たらん感じかな、この1回開いとる間に。てか、あと何形態あるんですかね。え、てかその場でジャンプした方がいいのか。これはその場でジャンプしても当たりよることない。ちょっと、あ、当たってないな。いや、当たっとる当たっとる。なんか当たっとる時と当たってない時がある。縄跳びの要領で。アユナは大縄跳びが苦手である。これ避けとるつもりで当たっとる時めっちゃなんか嫌なんやけど。あ、違う。じゃあのマジでさ、マジでさ、辛いんですけど。あー、やったー。ちょっと一瞬怖かったよ。消えてしまう、壊れてしまう。我らの島が、我らの世界が、終わり終わり、我らの島、我ら。あー、やったー。もう、もうおしまいかと思ってよ。つらーい。妖精はいないの？あの子、階段出てきた。あゆなよ、よくぞ悪魔に打ち勝った。上がってきなさい。お、お、お。あれは悪魔なのね。悪夢が実体化した姿、お、なんか、暗い。夜？風の魚は？あれは風の魚じゃないの？っていうか。あ、袋送る。そこに止まらん。空中か。坊や。いや、アイナ殿。よくぞ悪夢に打ち勝った。その知恵、力、勇気は誠、勇者の証じゃ。わしは風の魚の心の一つなのじゃ。風の魚が眠る間、夢の世界を守ることがわしの役目じゃった。じゃがある時、夢の裂け目から悪夢が芽生え、島を蝕み出したのじゃ。なんか思うけど、ギャルですかって感じやね。チーニテンテン。そこへ目覚めの使者、つまりアイラ殿が来られた。わしは信じておった。お主は悪夢に負けることのない、強い勇気の持ち主だったな。ありがとう、アイラ殿。これでわしの役目は終わった。でもみんなおらんくなるんやろ、大丈夫なん。風の魚に帰るとしよう。さらばじゃ。お、笑顔やかわいい。この子的にはいいかもしれんよ。そりゃね、モンスターがいっぱい湧いとる悪夢から守れて。でもこの世界に生きとる人はどうなの。風の魚、これ、クジラやん。私は風の魚。眠りについて一体どれくらい時が経ったのか。はじめ私は卵の夢を見ていた。やがて卵の周りに島ができ、人や動物が生まれ、世界が生まれた。卵の夢の意味がわからんけどね。何？卵がポツンとある夢？だが夢は覚めるもの。それが自然の定めなのだ。まあ、目覚めたら覚めるよね。私が目覚めると、小堀と島は消えるだろう。これまだ夢の中？夢の中で語りかけてきよ。しかしこの島の思い出は、現実として心に残る。そして、君はいつかこの島を思い出すだろう。この思い出こそ、本当の夢の世界ではないだろうか。ありがとう、アユナ。まあ、確かに夢の世界の住人の心配をする必要はないんかもしれんけど、現実におらんけん。でもなんかね、思い出が。時は満ちた。共に目覚めよう。さあ、奏でるのだ。目覚めの歌を。風の魚の歌？また奏でるの？あ、
みんな外におった、キャンキャンたち。あ、みんなが消えていく。無生物がというよりも本当に島自体が消えていく。あー、タリン必死で今キノコ取りをしているのに。あ、歌ってる。でもね、風の魚を目覚めさせる歌を教えてくれたのがこの島の住人のマリンやからね。あ、なくなる。なくなってよ、コホリン。え？で、現実に戻るの？なんかクジラの？クジラの背中から出る。現実に似たような人たちがおったりとかするっていう感じかな。あ、すげえ、またアニメに戻った。一番最初アニメっぽかったよね、なんか。何？リンク漂流してるの？ん？アニメっぽいけど、なんかちょっと、書いた感が。なんか、ね、鉛筆とかで書いた感が。目覚めた？夢から。なんかすごい、海のど真ん中やん。目覚めんかってもしんどったね。これは？マリンの声ってこと？あ、やね。マリンの声やね。思い出としてリンクの中で、残り続けるってこと？なんか悲しい。悲しい。結局これは、夢落ちってこと？そういうことではないんかな。でも、風の魚の夢やけん、リンクの夢ではないんかな。でも、共に目覚めようやけん、リンクも寝よったんか。夢落ち？しつこい。あの壮大な冒険すべて夢落ち？私の苦労とかも？つら。あんな島、現実にはなかったんだよ、っていう。なんか似たような人たち最後に出てきてほしいね。この現実の世界で。どうなんだろうか。この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか後日談みたいなのない？似た人いました？みたいな。寂しいね。